人生が変わらない人の特徴。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は絶対にダメ、人生が変わらない人の特徴トップ9について解説していきます。今の時代は変化が激しい時代です。だからこそ変化を恐れていては時代に置いていかれてしまいます。この動画を見ているあなたは日々の生活や環境が変わるのが嫌ですか？そんな人はぜひこの動画を見てください。人生が変わらない人の特徴と対処法をお伝えします。今回はデビッド・コビーさんの著書やってはいけない7つの習慣と井上博之さんの本やってはいけない50の習慣の中から絶対にやってはいけない習慣を9個僕の方で厳選しました。ランキング形式で今回はお伝えしていきます。少しでもこの動画がためになったという人はチャンネル登録といいねをいただけると嬉しいです。それではランキング順に紹介していきます。人生が変わらない人の特徴の9位、怒りを後悔する。起こったところで何一つメリットはないです。怒りを起こす原因になる人とは離れることが大事です。感情を抑えきれないほど腹が立った時は、起こるきっかけ以外に本当の理由が隠されています。なぜそこまで自分が怒りを感じてしまったのか、冷静に考えることが重要です。起こるってことは何かの気づきから自分を改善するチャンスになります。世の中にはちょっとしたことで怒る人もいれば、何に対しても文句を言いたい人がいます。誰もがそんな人は避けたいと思うはずです。しかしそんな人こそ人一倍他人から愛されたいと思っています。そういう人ほど優しく接してあげることで穏やかになるかもしれないです。相手の怒りの本当の理由を察して相手に寄り添うことが大切です。そのような習慣を身につけると、感情をぶつけて後悔したり相手を変えようと悩んだりすることがなくなります。ただし誰にでもそのようなことをしているとあなた自身が疲れてしまいます。寄り添ってあげたいと思える自分に近い人に限定するのがおすすめです。人生が変わらない人の特徴8位、今売れている本ばかり読む。今売れている本を知れば世の中のニーズがわかるため参考になります。しかし本のランキングの入れ替わりっていうのは早いです。1週間にラインナップがガラリと変わります。本っていうのは年間7万冊以上出版されています。本を読むのにはそれなりの時間が必要です。そして常に売れている本を追いかけ続けるのは難しいです。またベストセラーだからといって必ずしも満足のいくいい本とは限らないです。時間を有効に使うにはあなたにとって必要な本を選ぶべきです。おすすめなのが今売れているベストセラーばかりをチェックするのではなく、時代が変わっても評価され続けているロングセラーの本を読むことです。歴史的に有名な本や世界中で何年もずっと売れ続けている本は読んでも損がないことが多いです。続いて人生が変わらない人の特徴の7位、価値観を相手に合わせる。自分と相手の価値観を共有すればするほど深い人間関係を築くことができます。しかし無理をして相手に合わせたり相手の顔色を伺う関係はいつか破綻してしまいます。今っていうのは3組に1組の夫婦が離婚する時代です。その原因は何なのか、価値観の違いが多いようです。たとえ性格が合っていたり趣味や生き方が似ていてもお互いの価値観を共有することができないと自分らしく自然体でいられなくなり離婚に発展してしまいます。反対に生き方とか性格が違っても価値観が合っていれば関係は長く続きます。どんな付き合いであれ長く続く関係を作っていくためにはあなたが素直でいられるかどうか、それを基準に付き合う相手を選びましょう。しかしビジネスにおいては一緒に仕事をする人たちを自分で選ぶことがなかなかできないです。新人の頃は
苦手な人とも付き合わなければいけないケースがたくさんあります。自分の価値観や仕事のやり方を確立できていない若い時期は人間関係に悩むことも多いです。しかし、どのような状況でも自分らしくいることは可能です。上司や先輩に対しても自分の意見をしっかりと述べたり、間違っていると思ったら素直に言える勇気がある人ほど価値ある逸材として評価される時代です。続いて、人生が変わらない人の特徴の6位、集中して長時間作業をしてしまう。集中力が欲しい。どうしても集中力が続かなくて作業がはかどらない。そんな悩みを持つ人は多いです。そんな人に今回は効率のいい時間の使い方を紹介します。それは25分間集中した後に5分間休憩を取る方法です。これはポモドーロテクニックと呼ばれていて、僕も実践しています。集中力が続く限界っていうのは、様々な研究データによるとおおよそ20分から30分と言われています。しかし、日本で行われるセミナーや講義などは90分やって5分休憩とか、2時間やって10分休憩の配分が多いです。また休憩を取らない場合もあります。実際にやってみたら本当に実感します。25分経ったら休憩を入れてください。あなたが想像する以上に効果があります。オンラインであれオフラインであれ、一旦頭をリセットすることは効率のいい集中力を生む鍵になります。一旦集中モードに入ると、いつの間にか数時間経っていることってありませんか？またせっかくテンポよく進んでいるため、霧の悪いところで作業を止めたくない、そんな人は多いです。でも騙されたと思ってやってください。長時間やるのはやめてください。25分作業したら5分必ず休んでみてください。それが習慣化するとオンとオフの切り替えがスムーズになって1日の作業が効率化します。続いて、人生が変わらない人の特徴の5位、目的がずれている。あなたが人生で大切にしているものって何ですか？お金、名声、権力、いろいろありますが、すべて違います。人が本当に大切なものに気づくのは死ぬ間際になってからです。お金っていうのは天国に持っていけないです。天国まで持っていけるのは唯一人とのつながりとその人の経験だけです。しかし、それに気づけずに高級品を買ったり地位や名誉を大事にしている人は死ぬ寸前になってそれじゃなかったと後悔することになります。僕たちは消費する環境から常に影響を受けています。自分よりもたくさんのものを持っている人を見て、人生で一番大切なのは物を増やすことだと勘違いしてしまいます。発売された新しいものを持てば今より幸せになれると信じています。所有することが幸せだとつい勘違いしてしまいます。持ち物の多い少ないを成功を図る物差しにしてしまいます。いいものをたくさん持っていれば成功者だと勘違いする人も多いです。だからこそ、本当に大切なものである家族や人とのつながりや誰かに貢献した経験をおろそかにしてしまいます。まずあなたがやるべきことは持ち物を捨てることです。金銭的な価値ではなくて、その持ち物が本当に自分にとって必要なのか考えてください。そしてその持っているものが自分の最も大切なことや目標を達成する上で本当に必要かどうか考えましょう。余計なものを捨てるだけなら今すぐにできるため、ぜひやってほしいと思います。続いて、人生が変わらない人の特徴の4位、焦点がずれている。あなたはきっと毎日忙しく過ごしているはずです。でもちょっと落ち着いて考えてみてほしいです。それって本当にあなたがやらないといけないことですか？実は無駄なことに時間を取られて身動きが取れなくなっていないですか？あなたが人生の中で一番大切なものをもう一度真剣に考えてみてください。この動画を止めてもいいです。紙に書き出してください。あなたの大切なものはお金ですか？家族ですか？友人ですか？リラックスした一人の時間ですか？自分の夢を叶えることですか？人によって大切なものは違います。
ではあなたが毎日行っていることは今書いた本当に大切なことのための行動ですか？毎日やることリストがぎっしりと書かれている人は多いです。ではそのやることリストのうち、先ほど書いたあなたにとって大切なもののための行動はどのくらいありますか？もしかしたら家族が一番大切なのに仕事ばっかりしている、そんな人がきっと多いはずです。まさにこれが自分が本当に大切にしているものが見えていない焦点の罠です。僕たちはそこまでやる必要のないことに大切な時間を使っています。ではこういった無駄な時間を減らすためには、まず何をすればいいのか、ぜひやるべきことではないことのリストを作りましょう。続いて人生が変わらない人の特徴の3位、自己否定する癖がついている。自己否定っていうのは絶対にしないでください。私なんてブスだからとか、自分は仕事ができないとか、ネガティブなことを思ってしまう人はたくさんいます。自己否定はもうやめましょう。自己否定をするとエネルギーが失われてしまいます。トップアスリートの人は絶対に自己否定をしないです。自己否定をする人は相手からすると正直めんどくさいです。他人に褒められた時に謙遜するのか、自己否定をするのかで大きく変わります。自己否定をすると行動までも発した言葉通りになってしまいます。一流の人は褒められると感謝をします。ありがとうと伝えます。自己否定をしている人からは離れるようにしましょう。一人でいる時もネガティブなことを言わないようにしてください。続いて人生が変わらない人の特徴の2、コンプレックスに苦しんでいる。なぜ人はコンプレックスに苦しんでしまうのか。学歴がない、見た目が良くない、面白くない、身長が低い、たくさんの人がコンプレックスを抱えています。あの人のように美しくなりたい、かっこよくなりたい、つい他人と比較して落ち込んでしまう人は多いです。しかし比較はもうやめてください。人と比べた時点で負けです。あなたよりも上の人っていうのは確実にいます。比べるってことは結局 100% 負けるってことです。そもそも人っていうのは完璧ではないことが個性です。完璧ではないから魅力があります。それを変えようとしないでください。完璧ではないことに価値があることに気づいてください。例えば顔の輪郭やパーツが完璧なマリリン・モンローは左の頬にほくろがあることで美しさが引き立っています。そのほくろが彼女の大きな魅力の一つとして知られています。しかし多くの人はその完璧でない部分を他人と比べて悲観してしまいます。つまりその人にしかない個性をコンプレックスと捉えてしまっています。コンプレックスは人間関係においてプラスに作用することもあります。例えばプレゼンで自信満々で堂々と話すことができる人は頼もしさがあります。しかし好感度で言えば緊張しながらも頑張って伝えようとしている人の方が好感度は高いです。人前で話すのが得意ではなく緊張しているのが伝わりながらも一生懸命取り組んでいる姿は見ている人の心を温かくします。コンプレックスはあなたの個性でありあなたの魅力です。それは他人からしたら素敵だと感じる可能性が高いです。さらにあなたがコンプレックスだと思っていることを開示すると他人に好感度を与えることもあります。そのためコンプレックスは隠さずに開示するようにしてください。続いて人生が変わらない人の特徴の第1位、自分は常に忙しいと思う。毎日が充実している人は自分のことを特に忙しいと思っていないです。今日は午前中にあれとあれをやって、午後はこれもやらなきゃいけない。毎日めちゃくちゃ忙しい。こんな風に自分の忙しさを他人にアピールしたい人は多いです。しかし、そういう人に限って実は意外と暇があります。なぜならアピールするだけの余力があるからです。忙しいっていう言葉はどちらかというとネガティブな言葉になります。忙しいという漢字は心をなくすと書きます。そもそも発することで心がなくなる、エネルギーを低下させる言葉です。口に出してアピールするような言葉ではないです。忙しい人には目的が明確な人と目的がなく漠然と忙しい2つのタイプが存在します。目的が明確で忙しい人は忙しそうにしていても本人は特に忙しいと思っていないです。忙しいと口にすることもないです。むしろ目的に向かって着々と進んでいる充実感を持っています。一方、
後者の目的がなく、漠然と忙しい人に限って自分から忙しいと口にします。忙しく感じるのも無理はないです。なぜなら目的がないからです。あれもこれもやらなければいけない、そんな義務で動いているような人です。そもそも目的がないため、自分がコントロールできる範囲の計画を立てる発想もないです。そういう人は自ら忙しさを作り上げていることに気づいていないです。もしあなたが忙しさから解放されたいのであれば、自分がコントロールできないほどのスケジュールを詰め込まないようにしましょう。解説は以上です。皆さんの人生がより良くなってほしいです。そんな気持ちでこの動画を作りました。人生が変わらない人の特徴をしっかりと理解して、当てはまっているものがあれば、一個ずつ改善してみてください。少しでも自分の行動を見直し機会にしてもらえると嬉しいです。今後も皆さんのためになる動画を作成していきます。ぜひチャンネル登録、いいねを押していただけると嬉しいです。こういう動画も見たいとか、ここはこうしてほしいなどご要望がありましたら、ぜひコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。